山の本太郎。何山本太郎氏、国会でスポーツ中、スパッツ姿注意される品位にかける、元が品位にかけとるだろ、こいつ。まあ、天皇陛下に手紙を渡すことは別に、俺は悪いことじゃないと思う。だけど、片手で手紙を渡すのは、すごいね。すごい、ねえ、ちょ、礼儀にかける行為だと思う。相手が年上だからね、山本太郎。もうしっかりね、ほんと、礼儀を学んでほしいね、日本人としては。山本太郎を見てるとね、まるでね、もう礼儀っていうね、もう言葉もないし、もう品位がない、あいつには、ほんと。なあ、ほんとに。天皇陛下の片手で手紙を渡すわな、ほんと。なあ、腰もしっかり下げないし、もう。なあ、姿高いしな、こいつ。もう品位ゼロだわ、山本太郎。何やっとんの、ほら。なあ、やっぱね、参議院の品位を落とすっていうかね、やっぱ、日本国民の品位を落としてると思う、俺は山本太郎に対して。ね。なあ、我らが天皇陛下に片手で手紙を渡すほどこいつは偉いんかって話だよな、ほんとは。なんも偉くないから、山本太郎とかよ、ほんと。調子乗ってるよな。自分は脱原発で世界の中心におるみたいなことを思って、調子に乗ってる山本太郎がし、今。今、調子に乗りまくっとんね、山本太郎さん。ほんとにね。あんま調子に乗ったら、あかんでって感じだよね。な。ちょっと山本太郎には、ちょっと、幻滅だわ、俺は。な。俳優としての、は、山本太郎好きだったけど、国会議員としての山本太郎は俺は好きじゃない。以上。